カフェプラチナでのライブも後半戦に入ります。後半戦一組目はハートストリングスの皆さんです。はい、平均年齢60歳の親父バンド、昨年に続き3回目の参加です。オリジナルとイーグルスやデュービーブラザーズ等を行っています。それではお待たせいたしました、ハートストリングスです。どうぞ。
ボーカルは真ん中のギターの担当します。すみません。今まで2曲はイーグルスのコピーだったんですけど、次からは我々のオリジナルの曲をちょっと2曲したいと思います。まず1曲目はセカンドハイウェイという曲で聴いてください。
I'm not afraid.
ここでメンバー紹介だけちょっとしておきます。ドラムス朝原俊明、ベース立花博美、キーボード甲斐博之、ギター&ボーカル加藤昌司、そして私が井村隆です。どうぞ。ハートストーリーです。そしたら次の曲もオリジナルなんですけども、僕たちがずっとオリジナル作ってきて、やっぱりその土地の歌は、僕らとか大阪だったんで、大阪の歌を作りたいなということで自分なりに作ってみた曲で、マテンローブルースと言います。聴いてください。We'll be right back.
ラストで、はい、ラストはドゥービーブラザーズ、ロッキンダンダンハウエー。